そしたら次にこの黄色いねバラを入れていきます。ちょっと黄色とか入れた方が、まあ、明るくなるかなと思って今回は黄色を入れていきます。はい、次にこちらのスプレーマムもね少しグリーンで色で入れていきます。はい、ここで少しこうレザーリーフファンでファンデーション枠をしましょう。はい、ではこちら最後にこのワックスフラワーをね入れていきます。はい、こちらで完成です。ではねはい、こちらで完成です。では近づいて見てみましょうなかなかかっこいいからあ、俺じゃないからねはい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。やっぱりねポイントはストレッチャーの向きなんです。で最初は同じ方向の向きは言いましたけど、まああれもないことはないです。あれを同じ方向を向けた場合は力がまあ3乗されるわけじゃないですか。ということはやっぱり反対側に向かう力が、からの返しがちょっと大きくないとダメなんですね。だから、まあ、こういうアレンジメントを作る場合はこう内にこう力を向けていった方がまとまりは出てきますね。まあ、だからまあ飾る場所によって随分とそのあたりは変わってくると思います。ただ同じ方向をデザイン幾何学的にバーッと同じ方向向けて単なるやってる人とかいますけど、あれはもうあんまり意味ないんじゃないかなと思います今日はこちらのストレッチャーのアレンジメントをぜひ覚えてください。またお会いしましょう。 See you next time。 はい、フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。これね、ぜひお願いします。なんか多分ね、見てて、毎日見てるけどチャンネル登録はいいやと思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、結構ね、チャンネル登録者の数でいろいろとできることが変わってくるんですよ。だから、お願いします。チャンネル登録。別にお金はかかりませんので、よろしくお願いします。では。